ことか。まさに破壊そのものにな。だが負けるわけにはいかぬ。行くぞマスター。はい、やっ、これほどの質量とは、なんということか。こんなものは今の人類の手に余る。アルタミラの石碑、セファールの巨人、これが月すらも滅ぼす異様。だが倒すしかない。囚われた我々が自由を得るにはそれしかない。あなたがあれを倒すしかない。だってそうでしょう。そのためのレガリア、そのためのムーンセルなのだから。
ああ、お目覚めですか。よかった。どうか体を楽に。今ムーンセルとの接続を再開しています。ムーンセル中枢、聖杯とつながったカフカで、あなたのメモリーが一部破損してしまったようです。あなたのデータは破壊され欠損している。極めて致命的な状態です。一刻も早いデータの修復処理が必要です。まずはあなたのバリューをスキャンします。ピリッときますが、抵抗はしないように。ラベル、聖杯戦争勝者。カテゴリー U、 測定拒絶権につき免除。クオリティ E-。 では本人確認ですね。あなたの名称を入力してください。よろしい。すべて問題なし。成功ですよ。ムーンセルオートマトンを得たものよ。ここの後始末は私にお任せを。あなたは一刻も早くあなたの玉座に戻るべきです。やっと目覚めたな、我がマスターよ。うなされていたようだが、夢見が悪かったのか？であるのなら、最高の目覚めがそなたを迎えよう。うむ、言うまでもないが、世の笑顔だ。これ以上の褒美がどこにあろうという話だな。ん？どうした奏者よ、頭が痛むのか？やはりここのところ根を詰めすぎたのではないか。世は働き者は好きだが、それで体を壊しては本末転倒というもの。世が一人で退屈になるではないか。どうした改まって。目覚めついでに世の向上が聞きたくなったのか。仕方あるまい。では
改めて名乗りを上げよう。二名麗しき英霊は数あれど、きら星の剣、繁栄の花はただ一輪。あらゆる才を白指に乗せ、咲き誇るはバラの皇帝。その剣撃はミューズの調べのごとく。初子の日は瞬きなれど、しるべとなって主の道を切り開こう。聞き惚れよ。しかして頼り、惚れ直すがよい。世は至高にして至上の名器、剣の英霊、そなたのサーバントだ。やはり開幕はこうでなくてはな。もう何度目だという気がしないでもないが、そこは世とそなたの仲多めに見るがよい。確認するのなら、世の姿と名ではなく自らの姿を顧みるべきではないか。奏者、さっきからじっと世を見つめるくせに何もせず、こんなことなら一人でムーンセル中枢などへ赴かせるのではなかったな。戻ったそなたが丸一日眠りこけていたのも、あそこで何かがあったせいに違いない。我が奏者よ、ムーンセル中枢で何があったのだ。覚えていないのか。これは重度の寝ぼけよ。こたびの出張、やはり過酷だったと見える。うむ、ここはより静かな、そして親密な空間で語り合うべきだな。体を休めるためのベッドと、手を重ね合うためのベッドのある空間、つまりそなたと世のマイルームというやつだ。これが世とそなたのマイルームだ。急増なのでな、物が少ないのは許すがよい。今はとにかく休息だ。これからに備えて眠るとしよう。あるいはまだ他に気になる点があるのなら、気持ちの赴くままに尋ねてほしい。世も眠いが、寝物語として付き合おう。うむ、我ながら抜群の着こなしだな。見惚れてよいぞ、奏者。じっと見つめられると、出
照れるではないか。うむ、我ながら抜群の着こなしだな。見惚れてよいぞ、奏者。では、余が語り聞かせよう。余と奏者のこのムーンセルにおける情熱と大勝利の物語をな。そう、ここは月なのだ。地上から遠く離れた天に浮かぶディアーネの星。西暦2032年の人類は月面に一つのものを見出したそうだ。名をムーンセルオートマトン。その性質から聖杯と呼ぶものもある。世界さえ変革する万能の願望機。そういう側面がムーンセルにはある。要はその聖杯により英霊としての姿を得た。自立した電子生命サーバントなのだ。そしてサーバントを呼び力を与えるものをウィザードという。言うまでもなくそなたのことだ。サーバントはただのデータなどではない。セラフに物質化した正真正銘の魂だ。もっと言えば魂であり生命だな。それはそなたにしても同じだ。このセラフで死ねば地上にいるウィザードは死ぬ。そなたは半人前の状態ながらも強大な敵を前にして決してひるまず立ち向かった。時には友を得、時には自らの答えを得てな。そなたは戦って戦って戦って、そして至ったのだ。世と共にムーンセル中枢の部屋へと。そう、そなたは勝ったのだ。ムーンセル中枢に到達し最強であることを証明し聖杯を得た。余も話したいことがたんまりとあるが、今は休息が先のようだ。これからに備えて眠るとしよう。気になるか？気になるであろう。喜んでほしい。これこそは聖杯戦争の勝者の特権。ムーンセルから譲渡された王のレガリア。セラフを支配する王権の証。
世が史上最高の皇帝であることを示す唯一無二の宝石なのだ。そうであろう、そうであろう。世としてはもう少しバラをあしらった衣装が欲しいのだが、これはこれでいいものだ。何より世とそなたの共同作業の報酬というのがいい。マンセルメ、少しは乙女心が分かってきたと見えるな。まあより正確に言うと、聖杯戦争を終えた世とそなたがセラフのあちこちを飛び回ってる最中に授かったものだが、いかん、落ち着かなくてはな。これについてはまた別の機会に話すとしよう。とにかく今は休息を取ってほしい。明日は世と共に我が領土を見て回るのだ。マスターとしての勇姿を期待しているぞ。では取れたようだな、マスター。いつも通りまっすぐな瞳が戻ってきた。では約束通り、今日は我が領地の案内といこう。おそらく戦いになるが、何、大したものではない。準備体操のようなものだ。とその前に配下の武将たちを紹介しておかねばな。レガリアを有した世はムーンセルの王である。王には配下が必要であろう。それこそが世がムーンセルの新たな王であると示す4機。第1の章、ケルトはアルスターの光の巫女、赤き槍の勇士、クラスはランサー、神名クーフーリン。おう、久しぶりだなお嬢ちゃん。聖杯戦争じゃ敵同士だったが、何の因果か今はこの通り確証の身だ。よろしく頼むぜ。第二の章、姿なく音もなく魔剣振るう者、身の内いらず、クラスはアサシン、神名リ・シャブン。カカカ、機嫌もまた縁か。お主の側に立つにはいささか血生臭い男だが、そのあたりは気にするな。立っての任と聞いたのでな、行くあてもなし、触覚として世話になろう。戦場であればどこだろうと文句はないぞ。第三の章、中天のもとにあっては無敵無双、太陽の騎士
クラスはセイバー。神明ガウェイン。ガウェイン、ここに。神王とそのマスターよ、あなたに大義ある限りこの剣を預けましょう。ええ、そちらの皇帝はともかく、あなたはレオの成長を導いた人物です。あなたの正しさを信じますとも。まあ、一騎打ちの果てに我が軍門に下ったというのに煮え切らん男よ。まあよい、セイバーは世だけで間に合ってるしな。それより4人目、最後の章だ。最後の章なのとは。もちろんだと。選んだのは少なくとも君の側であるはずだが、新たなルールを得たセラフで目覚めた私たち4機のサーヴァント、ある者は説得し、ある者は剣を交えてこの陣営に招いたのだ。私もこんなことをしている暇はないのだがね。雇われた以上は契約を守ると。そもそもそのレガリアの王権は絶対だ。主を持たないサーヴァントにとって今の君の命令はマスターの言葉に等しい。確かに余自身が選んだ4機のはずだが、貴様そもそも聖杯戦争に参加していたか。顔を見たことがあるようなないような。さて、おそらく1回戦で敗れた下級の英霊なんだろう。私は詮索は無意味だよ。それより私への向上はないのか。ムーンセルの新たな王よ、これでも忠誠は誓っているのだがね。うん、これなるわ。第4の章、アーチャーのクラスながら双剣振るう何者か。神明わからぬ。いや、本当にわからぬのだ。そんな顔をするな、奏者。なぜだかきちんとサーヴァントとしての霊格が再現しきれていないとかなんとか、あれの自己申告ではそういうことになっているのだ。ご本、ともかくこれが世の配下たる4機。聖杯戦争の終結を経て変わりゆくセラフ、その領域すべてを掌中に遷都する神王、いや新皇帝たる世のレガリアの王権、その一端なのだ。戻ってよいぞ。夜は奏者とデート。またい領土の見回りに出かけねば。だからな。おう、ひっきりなしに湧いて出てくる適正プログラムの排除だな。そりゃいいけどよ、一ついいかい皇帝様。何か手短にせよ。レガリア持ってんのはあんただろう。なら玉座に座るのはあんたじゃねえのか。そこのお嬢ちゃんを座らせといてどうすんだよ。もっともない剣だ、青き者や。確かに玉座とは王が座るもの。だが世は前線に出る働く皇帝だ。そう長いはできぬ。であるからこそ
世が最も信頼し、世が最も大切に思うものに預けるのだ。そもそも我が奏者はセラフに残った唯一のマスターであり、聖杯戦争の勝者である。玉座を預けるのにこれ以上のものはいまい。世は確かに神王になったが、それも我が奏者の采配あってのもの。我が領地の命運を握るのは世ではないと知れ。なるほど、ただのお飾りじゃないってわけか。いいぜ、納得した。んじゃまあ用があったら呼んでくれマスター。そこの皇帝様よりは頼りになる槍を見せてやるぜ。では我々も失礼しよう。セラフは今レコードの真っ只中だからな。どこに異常が現れているか楽観はしていられない。荒事があれば声をかけるがいい。わしは他のサーヴァントと違い対人特化だ。できればやりがいのある仕事を期待する。私はそうですね、避難してきた AI たちの様子を見てみましょう。今後は彼らもセラフで生きる個人となるのです。彼らの要望をつぶさに聞き、それに応えるのも王の責務かと。では。我が配下ながらまとまりのない連中よな。なぜ美少女のサーヴァントが一人も捕まらなかったのか。まあそれは今後の課題としよう。では奏者よ、いよいよ本番だ。待望の新たな世界に案内しよう。